さあ前半グループ最後のに登場してきます。世界ランク4位のブレジナ。さあこのブレジナがどこまで巻き返してくるでしょうか。昨シーズンはグランプリファイナルにも出場しました。昨シーズンと同じ曲です。映画アンタッチャブルより。ブレジナの持ち味4回転サルコー。また、大きく乱れてしまいました。これは4回転と認定されませんね。トリプルアクセル。予定ではもう一つ4回転サルコーがありますが、去年はこのサルコーが面白いように決まってましたからね、はい、さあ行くか。飛んできましたが、今度は4回転ちゃんといけてると思いますね、はい、4回転と認定されての転倒なのか、回転不足での転倒なのか、大きな違いがあります。プレアクセルは非常に安定しています。トリプルフィリップですね。後半に入ってからは非常に安定感のあるジャンプです。さあここからまた曲調が変わってきます。トリプルウッチ、ダブルトーループ、ダブルトーループ。後半に入って5連続ジャンプ成功。さあ昨シーズンもここのステップは非常に見せてくれましたが、今シーズンコレオグラフィックシークエンス、
持ち味4回転サルコーは決まりませんでしたが、それ以外はしっかりとまとめてきました。これでね、4回転の調子が上がってきたら、はい、やっぱり、まあ、去年は本当に面白いようにこの4回転決めて、はい、ファイナルまで残ったわけですから、また怖い存在になりますけどね。そうですね、4回転がちょっと曲がってるんですね。そうですか。この曲がりを矯正して元に戻したら、はい、また怖い存在になりますよね、はい。昨シーズンと同じ曲です、このフリースケーティング。昨シーズンがショートは日本の和太鼓の曲で、そしてこのフリーアンタッチャブルという非常にこうブレジナの魅力というのが出ていましたけれども、まあ、だんだんこうシーズン重ねていくにつれて、うん、調子が上がってくるとね、また上位見えてきますよね。まあ、あの4回転だけですから、はい、すね、良くなるのは、はい、あとはもうトリプルアクセルもいいし、他のジャンプ全て完璧ですから、はい。ブレジナは次はロシア大会ですから、小塚や小田、そしてパトリック・チャンというメンバーになりますが、すごい曲がってますでしょ。ああ、もう一つ目ですね、はい、これ一つ目で半分以上足りてないように見えますので、はい、まあ3回転の転倒になってしまうわけですよね、はい。トリプルアクセル綺麗ですもんね。ショートプログラムでも非常に高い出来栄えの評価でした、はい。二つ目ですよね。一つ目と二つ目が全く変わらないですもんね、はい。サルコだけちょっとなんかね、自分の中で、うん、まっすぐ飛んでるはずなんですよね、はい。でもずれてる、そこのずれをどう矯正するかでしょうね、はい。チェコの22歳です、ミハル・ブレジナ。この大会はチェコの2人、ベルネル・ブレジナという2人が出場しています。ショートプログラム6位からの巻き返しなるかどうか。フリースケーティングです。転倒のマイナス2点があります。 140.41、 トータル 209.67 はこの段階でブレジナはトップに立ちました。